鳥取県西部地震は2000年10月6日13時30分18秒に鳥取県の西部を震源として発生した地震である。地震の規模はマグニチュード7.3で鳥取県西部で最大震度6強を観測した。地震空白域とされる地域で発生した。気象庁はこの地震を平成12年鳥取県西部地震と命名した。 1996年の震度階級改正以来、初めて震度6強を記録した。気象庁マグニチュードが7を超える大地震だったにも、かかわらず、何人かは、生き埋めとなったが救助され、死者はなかった。これは、震源地が山間部であったことや市街地の一部を除き、人口が密集していない地域であったこと、積雪の多い地域のため頑丈な作りの民家が多かったこと、 そして地盤が比較的強固であったことも挙げられる。鳥取県ではこの地震の2ヶ月前に震度6強の震災が鳥取県西部で発生することを想定して防災訓練を実施しており、訓練の成果として地震発生から10分後には行政及び消防当局が対策を実施することができた。しかし、境港市街の液状化をはじめ、日野町、 米子市などで住宅の倒壊、損壊など、物理的な被害は顕著であった。また、震源地が大山にほど近いこともあり大山の噴火も懸念されたが、全く火山活動はなく、津波は観測されていない。発信機構は横ずれ断層型。基地の断層の活動によるものではなく、未確認の地下断層の活動による地震であった。地表には、 地下の変異に伴い複数の地割れが現れた。余震域は、本震の震源断層に沿って分布し、島根県安義市から鳥取県日野郡まで、南南東北北西方向に、長さ約3 0トル深さは約1 5トルまでに分布している。この地震に先行し断層の深部延長線上で1989年、1990年、 1997年には M5 程度の群発的地震活動が発生している。また、本震発生の約12時間前には震源域で M1.7 が観測されている。トレンチ調査により前回の活動は西暦800年から1200年であることが判明した。観測点名は地震当時のもの。このほか大阪府、兵庫県、京都府、山口県、 愛媛県、広島県、島根県、鳥取県、岡山県、香川県、徳島県、高知県など西日本の広い範囲で震度4を記録した。揺れは東は茨城県鉾田町まで、西は鹿児島島で伝わった。また、兵庫県では兵庫県南部地震以来初めて震度5弱以上を観測した地震となった。1980年代末以降、 日本海沿岸域の広域で地震活動は静音化していたが、京都府北部から鳥取県西部地域のこの地震の震源域では M5 クラスの地震が数回発生し1997年は群発地震の様相を呈していた日本海沿岸の静音域の中では活発な活動が起こっていた場所である。このような静音域中の活動域は、 暴力の集中しているアスペリティとして注目されていたが2000年 M7.3 の地震の予見までには至らなかった。ありがとうございます。